スチューバー、スチューバーは2019年のアメリカ合衆国のアクションコメディ映画。監督はマイケル・ドース、出演はクメール・ナンジアニとデイブ・バウティスタなど、ロサンゼルスを舞台に一時的に視力が弱まった刑事と彼の相棒にさせられたウーバーの運転手の活躍を描いている。日本では劇場公開されなかったが、2020年7月15日から、 iTunes で配信された。また、同年8月6日に20世紀スタジオインターナショナルの公式サイトを閉鎖したため、日本における20世紀フォックス作品として20世紀スタジオインターナショナルが担当するのは本作が最後となる。ストゥーはウーバーの運転手として生計を立てていた。そんなある日、ストゥーのタクシーに警察官のビッグが乗ってきた。 ビッグは凶悪犯を追跡している最中であり、ストゥーもそれに巻き込まれる羽目になった。ストゥーは自分の命を危険にさらしたくなかったが、ビッグの頼みを無下にするわけにもいかなかった。怒ったビッグが顧客評価にあることないことを書き連ねる可能性があったためである。ストゥーはビッグの機嫌を損ねないようにしつつも、できる限り危険に巻き込まれないように立ち振る舞うという、 困難なミッションに挑むことになった。カッコ内は日本語吹き替え。2016年4月15日、20世紀フォックスが本作の脚本の映画化権を獲得したと報じられた。2017年12月8日、デーブ・バウティスタが本作に出演することになったとの報道があった。2018年3月20日、クメール・ナンジアニの起用が発表された。4月6日、 リコ・ワイスの出演が決まったと報じられた。5月、ベティ・ミルピン、ミラ・ソルビの、ナタリー・モラレス、アミン・ジョセフらが、キャスト入りした。本作の主要撮影は2018年5月3日に、ジョージア州アトランタで始まり、同年7月2日に終了した。2019年3月6日、ジョセフ・トラパニーズが、本作で使用される楽曲を手掛けることになったと、報じられた。 7月12日、本作のサウンドトラックが発売された。2019年3月13日、本作はサウスバイサウスウェストでプレミア上映された。4月7日、本作のオフィシャルトレーラーが公開された。本作はクロール凶暴領域マイナスと同じ週に封切られ、公開初週末に750万ドル前後を稼ぎ出すと予想されていたが、 その予想は的中した。2019年7月12日、本作は全米3050巻で公開され、公開初週末に822万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場4位となった。本作に対する批評家からの評価は平凡なものに止まっている。映画批評集積サイトのロッテントマトズには202件のレビューがあり、 批評家支持率は43%、平均点は10点満点で5.09点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、クメール・ナンジアニとデーブ・バウティスタの相性がぴったりで、あることを証明した作品ではあるが、スチューバー、スチューバーは、コメディとスリラーという対照的なジャンルを融合させるのに、失敗しており、暴力描写も露骨である。 面白さもズバ抜けているわけではなく、5つ星の作品とはかけ離れている。となっている。また、メトクリティックには37件のレビューがあり、荷重平均値は42、100となっている。なお、本作のシネマスコアは B となっている。ありがとうございます。